オーディン、ロキ、アレス、連合軍は三神の激しい追撃をかろうじてかわした。ここで疲弊した連合軍を狩るべく、あの男が動き出す。オーディンに組する鬼神呂布である。災い去って災いまた至る。連合軍は正念場を迎えていた。呂布殿はなぜオーディンについているのでしょう。はっきりとは分からぬが、呂布殿はひたすらに強者を求め戦いを楽しむことを望んでいる。オーディンにつけばそれが叶うのやもしれぬな。確かに、より多くの優れた将と戦うには人間の敵についた方がいいのかもしれませんが、でもそんなことのために。呂布殿ならばないとは言い切れぬ。そして我々の考えで説得を図ってもおそらく意味はあるまい。ああ、ちょっといいか。予想通りそろそろ敵に追いつかれそうだぜ。このまま逃げ切れるとは思えません。手を打たねばなりませんね。敵の追撃はそこまで迫っている。しかも相手は厄介なあの呂布か。たとえしのいだとしても第2第3の追手が来ます。ここは攻めに転じ敵総大将を狙うべきかと。勢いに乗る敵の隙を突くか。ならば奇襲部隊はこの趙文渊が率いよう。趙霊様、皆のお供いたします。学神殿、李天殿、お二人の分頼みにさせてもらう。趙陵殿の采配に期待しています。とはいえ一番槍は譲りませんので。やるしかないか。こんな時におじきの敵なんて言ってられないしな。長領殿、長領、かつての仲間とはいえ容赦はできんぞ。皇上殿、だが我らの動きを悟られるわけにはいかぬ。皆速やかに突破せよ。やあ、惚れ惚れします。何言ってんだ俺。神に踏みにじられ強敵に翻弄され、それでも立ち上がり戦おうとする。か弱い人間のどこにそんな強さが。いや、そもそも人間は本当に弱い存在なのか。こんなところに敵だと。だが当社しねえ、獲物を置いて帰れな。敵に奇襲を悟られてはならぬ。速やかに突破せん。勝利も相変わらず呆れるほど強いな。けどあんたにだけいい格好をさせとくのはシャカ。ええ、私ももっと戦果を上げてみせましょう。二点で特進だ。凄まじい気迫よ。ならばこの超分野もさらに振るわねば。乗れ、これで勝ったと思うなよ。素晴らしき技の数々、きっと厳しい鍛錬の賜物ですね。愚者どもを成敗しようではないよ。俺に勝てると思ってんのか。乗れ、これで勝ったと思うなよ。自ら撃たれに来るとは。望み通り滅してくれん。僕の本陣は目の前です。僧侶様、号令を。いざ、
我らが武にて敵本陣を貫かん。覚悟めされよ。急に嫌な予感が。さすが見事な働きよ。そなたの部が勝利を導こう。よふだ。いや、これは。ラッキーキー。まんまと騙してやったぜ。こいつは俺が作った偽物だ。トロイ君。偽本陣を狙っての奇襲。まさに私の読みで。あらかし。連合軍の戦力が分散した今が好機だ。奇襲部隊を包囲せよ。同時に連合軍本陣へ攻撃を開始する。またそうだ。叩き潰してやる。力を合わせましょう。いいな。第三大殺到。あんたは強えね。命相も楽しみにしてよ。やっ、どうにか片付いてた。急ぎ味方の救援に向かうぞ。ならばこの学文献にお任せを。先駆けとなり恩人への道を切り開きます。ここを通りたくば鬼神の娘を倒してみよう。トロイ君、冷気だ。退避するどうか、お引きくだされ。長領、聞かぬと分かっていて言うな。父上の敵に回るなら容赦はしない。私は鬼神呂布の娘。無残な戦をして父上の名を汚すわけにはいかぬ。本多忠勝が娘ミラ、私の父の名を背負っています。その名は重いから、だからこそ突き進むしかない。騎士の娘、見事な武勇。だがどこか寂しげな目をしている。なんという活躍。まさか一番乗りを狙って。私も負けませんよ。父上、申し訳ありません。さあ急ぎ本陣へ。王を呼べ。奴らはここで食い止める。決して本陣に近づけるな。道を開けよ。遮る者は我が武にて投げ払う。さすが見事な働きよ。そなたの武が勝利を導こう。鮮やかです。今も隣にあって恥に働きをしなければ。奇襲を誘う罠にまんまと寝せられると。だが物の気を意地にかけて本陣は守り抜かせましょう。はいよ。敵将を討ち取ったい。諦めろ。雑魚に俺は止められん。あんたのそばにいれば俺は安泰。いや、こっちの話だって気にするな。今こそ我らの出番ですぞ。背後より取り囲み敵を討ち取ってみせましょう。新旧殿か。みんな気をつけよ。この時期の続き、呂布軍にだけは負けられねえ。燃えてきたぜ俺。我らの力を合わせれば怖いものはありません。共に包囲を打ち破りましょう。さすが見事な働きよ。そなたの部が勝利を導こう。あんたのそばにいれば俺は安泰。あ、いや、こっちの話だって気にすんな。あんたが真の三国無双だろ。最初からそんな気がしてたんだよな。諦めはしない。我が闘志燃え尽きるまで。
少しは手応えがあるようだな。私は勝ちにこだわる必要はない。趙文煙、ただいま救援に戻った。ほう、趙竜、俺を楽しませてみろ。ここまで粘った褒美だ。貴様らに最強の武を見せる。ほとばしる闘志、あれが最強か。武者どもを成敗しようでは。現事務者として遅れは取れん。そうだね、これ以上の粘りはいらぬ犠牲を生む。おじさんも本気を出してこの戦を終わらせるよ。真田の戦、神の力、鮮やかです。今も隣にあって恥じぬ働きをしなければ。悪くなかったぞ。武を磨き、次はさらに俺を楽しませてみろ。さて、こんなものかね。良き勝負だった。続きはいずれまた。どうにかしのげたな。呂布殿の武は見事だが、そのために皆を滅びの危険にさらすとは。趙陽殿、今は先を急ぎましょう。さらなる追っ手が迫っているかもしれません。呂布はアースガルズの神、イカズチを操るトールの力を得ているようだな。元の世界では最強の鬼神とまで称された方、その部に神の力までもが合わさるとは。呂布殿だけではありません。あらゆる知恵と力を得ているオーディン、主神ゼウスの力を奪ったアレス、蘇った破壊神、そしてロキ殿、敵の力はあまりに強大です。これから本格的な攻勢が始まるでしょう。あのオーディンってやつなら容赦なく俺たちを潰しにかかるだろうな。それなのに私たちは未だ対抗手段の一つもありません。本当に生き延びることができるのでしょうか。弱気になってはいけません。可能性を信じ、一つずつできることをしましょう。その先に必ず未来は開けるはずです。絶望の闇に染まらぬ心、頼もしいな。これが人間の強さ、今まで私が気づけなかったものか。大変、オーディンさんたちが本格的に動き始めたみたい。いろんな場所が攻められてるの。皆様の前線基地はもちろんのこと、戦界とこの世界を結び、ヘイラを招く入り口を密かに用意していたのですが、そちらも敵に発覚し取り囲まれてしまいました。あちゃ、それはまずいね。今は敵への対抗策を練る以前にその辺をどうにかしないと。なら俺は前線基地を守りに行くぜ。私は戦界への入り口に行くわ。これ以上好き勝手させないっての。皆様心強うございます。どうぞよろしくお願いいたします。